こんにちは、ソックニッターのまゆみです今日は縄編みに挑戦しておりますちょっとこれはね、3目の縄編みです今日はなんと、1つの靴下で3種類試しました1個目、2個目、3個目ということでどんな風に編んだのかを楽しみにご覧ください今回使ったのは、モンプチメアリーさんの ドロップスのグレーのもの、60g、230m のものを使いました。前にドロップスの白の方は使ったことがあったのですが、夏にね。で、こっちの方は冬用に縄編みにいいんじゃないかななんて思ってました。糸端にこんな風に。 チャームがいいていてちょっと練習用にね外側から編んでしまったのですが外側と内側から同時に編むのもよし内側から編むのもよし 60g なので使い切ってちょっと長めの靴下がちょうど編めるくらいにバッチシです。でこのドロップスの魅力はですねこんな風に細かーいポチポチがついていてアットランダムに。 ちょうど1目分なんですよね。グレーにっていうのもまた面白いなと思います。で結構柔らかい糸だったので、まあ、30目で、えー、2.5mm の針で編んでるのですがそれでもちょっと余裕がありましたねだから縄編みをしてもしサイズダウンしたとしても履けるなと思って編んでみました。では今度は内側から取ってまん、あ、丸々つま先を編んで7段。 メリアス編み増減なしで編んだところから縄編みをスタートしたいと思いますこっちは片方ね。で今回使うのはリッケのブラッシュあからめるみたいな意味の針ですすごく見やすいこのペアちょっとこの糸に対してこの針が見やすいんじゃないかなと思いますちょっと尖ってる部分がある方が縄編みに引っ掛けるのにいいなと思って で使いましたでも例えばこう縄編み初めてで力が入るかもしれないなという方はリッケじゃなくて金属のなんか尖ってる針がいいかもしれませんではつま先を編んできますまんまるまるつま先を編んで7段編んできました私はいつもスカシ編みの時とかは7段目ぐらいの,あの足の指の付け根ぐらいから始めるのが好きなんですが その前とかは5段くらいでやってたかな今回はここから入れたいと思います5.5センチですで、こんな風に入っていますこれね柔らかいからねこうなるんですよねで履くとこう見えてくるんですよこの裏編みのところとか縄編みしてるんだなって はかないでると、編んでる時はこんな状態だから、自分でできてるかななんて心配かもしれませんが、編んでみるのもいいんじゃないかなと思います。で、今回も端に入れたんですよ。というのは、ちょっとあまりこう自信がなかったっていうのと、で、サイズダウンするかもしれないなって、でもこれ柔らかいから結構入れちゃっても大丈夫だったと思うんですけど、まあ、えっ、ー、と、もし、 太いのとかだったら真ん中に入れてもかっこいいだろうし、1個作ってね、自信出たら2個2、3個目に3列とかね、<laughs> で、急にガッガッとこう増やしてもね、鱗とヒレとストールみたいにね、しても面白いんじゃないかなと思うし、まあ、えっ、ー、と、今度はいっぱい入れてみようっていう感じで、なのでちょっと <laughs> 冒険できずに1個だけ入れてみました。これはね、 1>, 1目をこうグッと3目でこう出来上がってるんですが1目こっちに持ってきているという感じです。で片方に寄せてしまったのでもう片方も同じ位置にしてもいいし左右対称に入れたかったので今度はこっち側なので今編んでるところのすぐかなに入れたいなと思います。ここに入れるとちょっと頭つかなきゃいけないですね。 今編んできてすぐのところに入れると左右対称になりますね。こう履いてもいいし、こっちを内側にしても可愛いと思います。えっ、ー、と、これがね、サイドに来ると結構ここがあい間が空いて見えるしまあ、内側に履くとちょっと控えめな感じに見えています。これをかかとが終わってもずっとこう編んでいきたいなと思っています。これもね、縄編み針なしでできる方法です。これのね、 やり方できるなって気がついたのはえっ、ー、とノーサギソックスの時でしたちょっとそのバージョンでやってみたいと思いますなので皆さんはねお好きなところに入れるといいと思いますこういう柄って えとつま先近くに入れたらサイズダウンしたとしても入るんですよね。で足首にいっぱい入れちゃうともしサイズダウンしたらこのかかとの一番太いところがこうね通らないって時があるのでそうすると悲しいことになると思うのでまあ吐き口だけだったらねほどいてもいいけど。ということで今回もちょこっと縄編みです。前回ねちょこっと縄編みで2目の交差のやつを5本の毛糸で編んだのがあるので。 そちららの方もよかったらご覧ください。それは、えー、とご本針を使って編んでみましたではえー、と8から5目のところに入れましたがもうちょい内側でもいいかもしれませんでもここが少ないと鉢の方に行っちゃうのでそれだとなんかちょっと上から見えないかなってでね靴下ってさ履いてるここが一番見えると思いません自分で。 なのでここをね一番お気に入りの柄にした方がいいと思うしあと編んでる時と違って足が入るとこうビヨッて伸びるんですよねだからこう伸びた時に可愛いかどうかを、まあ、計算できたらそうやって編みたいものですよねなので今回5目にしますがもっと多くてもいいと思います5目まず編んでここからスタートですで5目でひえっ、ー、と 段段でで模模様です5目6段1模様。す。目まずは裏編みをしてでここ3目をこう一番最後のものを前にかって持ってきますで外したりするのが面倒なのでここの前の方でねもう編んじゃおうと思ってこ,、ね、これ柔らかい毛糸じゃないとできないかないやそんなことはなかったかどんなのでも2回くらい編んだもんねえっ、ー、と 大丈夫だと思います。で、2個目3個目は普通に編む。あ、じゃあもう1回ちょっとね。外さずにもう1回やってみよう。えっ、ー、とこれね。アメリカ式でしかできないんですよね。ちょっとまだ裏編みを1つ編んで123番目を。こう手前をぐーっと持ってきて1目編みます。で、ちょっと大きい目になってるけど、このまんま2目目。 三目目もう編んじゃってから外せばこんな風にちょっと伸びるけどケーブル編みみたいになります縄編みみたいになりますでそこを際立たせるために裏編みをしましたちなみにここ裏編み2つにしたら結構目立っちゃうので1目がいい私の好みだなと思いましたであと残りはまあ30目で編んでる人は20目 余ってると思うので残りは編みましたでこのあと戻ってきたらここのところでまた裏編み表表表裏というのを5回繰り返します。なのでこのケーブル編みしたら5回その通りに編んででまたケーブル編みという風にしています。で数え忘れないようにあの。 ウルラボさんのダンスカウンターのこんな、えー、とスパイラルソックス用のものを使っていましたでこのケーブルを入れる直前にこう入れて忘れないようにしておいてこの黒が出たらケーブル編みをするというふうにしていましたちょっとこれをこっちに移動させて使っていきたいと思います ケーブル編みじゃないところはこんなふうに編みます。まずマーカーを1個進めて、裏編み、表を3つ、ここがケーブル編みして、あとはまっすぐ、ちょっと、豆みたいな感じになってますね。で、裏編み、裏、表、表、表、裏、というふうにして編んでいきます。で、次は6段目なので、ここでケーブル編みです。 6段目ですここで編みですすここ編みまずは裏編みをして3目目のところをこう手前をこうねこんな感じで拾ってで駒ちょっと針先の方まで持ってきてここでちょっとフランス式でなぜかできないんですがあー外しちゃったこんな感じにしてで 次の外さずに次の目を2つ編んでから外しますで裏編みを1つというふうに編んでいますでこれをねえー、と好きなところまで続けてもいいと思うし前はかかとを編む手前でやめたと思います それでもいいと思うし。で、やめる時にはそのままここの裏編みをせずに、ケーブル編みもせずに表編みをしていけば大丈夫です。ではここでちょっと番外編。もしこのケーブル編みをするはずだったのに、す,するのを忘れていたらどうするかっていうのをやってみたいと思います。で、次の段になってもう1になってこう戻ってきた時、はケーブル編みをしたの段でするのを忘れていたという時は直せます。あ今の段だったらもう、 解いて戻れば早いと思いますが、次の段で気づいた場合、えー、っとここもう編んじゃってますよね。順番通りになので解きます。右側の足をこうピッて拾って。そして、それと同時にここも外して上の段を。で、後ろの渡ってる糸をこう。針での方がいいか？ 解いてしまいます。ちゃんとおどけましたね。そして元に戻します。でミニミニケーブル編みをさあできるかやってみます。ここの渡ってる糸だけでさっきのケーブル編みをするんです。えっ、ー、と一番3番目の糸をこう持ってこの糸はいらないからちょっとこう先の方に持ってきてこう。 こう編みます編めたら次をこうしてちょっと先の方に持っていけば引っかかるはず編みます渡ってる糸で,でだんだん辛くなってきたけど最後の目を あここはもう外してもいいか。で、こう渡ってる糸の上にこう被せれば大丈夫です。なぜこれができるかわかりますか <laughs> えっと、私が忘れていたので、もしかしてここでできるかもと思ったらできたので、わっ、これを取っておかなくてはと思って。いや、ここにね、あの、直前にマーカーをつけて、これがちゃんと黒いのに、それでも忘れるんですよ。なので、その時のために取っておこうと思いました。 ということでこれを元に戻してでケーブル編みをえっ、ー、とずっと続けていきたいと思いますで次はかかとの部分に入れる伸びるケーブル編みを取ってみたいと思いますこのケーブルなんですがちょっと編みやすい方法が見つかったのでもう一回取ってみますこの3番目の糸をこうしてこっちに持っていこうとするとちょっと無理があるので ここの上の方でこうね上の方に突き出しちゃってここで編むフランス式でもいけるかなあフランス式だとちょっと難しいけどこう糸をかけてそうするとすごく楽ですという発見でした甲の方にケーブル編みを入れてきて で、えっ、ー、と、マッチを入れて、ラウンドヒールっていうんですかフレンチヒールっていうのかな下の部分と、この後ろの部分を、下がこうポコッとなるタイプのかかとを編んできましたと。ボックスヒールか、ラウンドヒール、フレンチヒールみたいなので検索するといいと思います。後ろがこう四角くなるようなかかと。こんな感じでしたね。これをやっていきたいと思います。 こちらはね、いつも見てくださるさくらさんという方が伸びるケーブル編みっていうのがあるよということで教えてくださってて、やっと試すことができました。<laughs> えっとこ、こういうケーブル編み、まあ似てるけど、これだとなんかこう、ちょっとこの幅も狭まってる気もするし、縦はそんなに狭まってないかなという感じがしますが、これだとこの ケーブルのところが伸びてますよね。ケーブル編に見えないかなこう、履くとね、見えるんですよ。で、すごくちゃんと伸びるので、いいですよ。というのを、えっ、ー、と、動画の方を、ちょっと英語でもないんですが、概要欄の方に載せておきます。で、ちょっと編み図も載っているので、そちらの方が得意な方は、そちらを見るといいと思います。えっ、ー、と、伸びる。 ケーブル編みでかかとを編もうです <laughs>。えっと、こんな柄になっています。縦横によく伸びます。えっ、ー、と、4目、6段、一模様です。で、編み針、縄編み針もなしで編むことができます。で、えっ、ー、と、6段のところをこう書いてみたんですが、えっ、ー、と、ここね、マッチを24段、 24目にしたんですね。こっち12目、こっち12目で。あの、ウツボソックスみたいに。そうすると、ここ24段なので、これ4回することができます。まあ、うん、途中で終わったらちょっと変、変な感じもするかもしれません。なので、あと、えっと、横幅なんですけど、ここ30目でしてきて、で、かかとをね、こう引き返し編みするときに、端っこを滑り目して、最後を2目、 一度しますよねそうすると2目引いたら残りが28目ということで4の倍数なのでできるなと思ってやってみましたこの6段を繰り返しますちょっと2枚に分けてスクリーンショットした方がいいかなスクリーンショットタイムですスマホをお持ちの方は指3本で仮面をシュッとやってみてください後で編む時に見ながら編むといいと思います 4目の7回繰りり返すすことになります1段目はあ最初ね表から表編みの時なんかこう今ちょっと一回や,やってしまったんですけどえっ、ー、とここなんか段消しとかしてこう裏から始まるタイプのものもありますよね裏がこう戻ってきてくださいで表からスタートです。で1段目は裏編み2回編み表と表2の ずっと繰り返しです。一二三四一二三四で七回繰り返すといいです。やってみます。最初は。ここを滑り目。で。裏編み。二回巻き表っていうのは、あのドライブ巻きみたいなもので。 ここをね、ビヨーンと先に伸ばしておくことで、この長さが出るんですね。このケーブル編みのね。まず、針を刺したら、ここ、ぐるん、ぐるんってして、抜くんですよ。こう、押さえると楽だと思います。そうすると、ここにね、2周分のが入っています。で、あとは表編み2つ。ちょっとアメリカ式でもやってみると、裏編み、糸を奥に持っていって、 で2回巻き表編みで表2つこれ何でしたっけデイジークラウンソックスの時にやったと思うんですけどちょっとやってるといいリズムに乗れると癖になるのでぐるんぐるんという感じです。 裏編みぐるんぐるんして外す。表表このね表編みを3つとかにするともっと幅とかが出てくるのかなあ。あ外すとこだった。えっとぐるんぐるんってしてからこっち手前に持ってきて表を2つ。裏 ぐるん外しちゃったぐるんぐるん表表じゃあ最後は超スローで裏編み表をぐるっと2回回して表表最後は2目一度ここを毎回ね裏 こっち向いてもこっち向いても最初は滑り目で最後は二目一度ですでは二段目二段目と四段目は共通です裏が二つここがねひっくり返るんですよで編み図もなんかそんな感じに書いてるのでなんかそのまま写すと頭の中で変換しなきゃならなかったので編み図は書かなかったんですよねですが編み図が得意な方はそちらをご覧くださいでほらこれ左から順番に書いてるけど 編んだ後は逆じゃないですかだからちょっと違うかもしれないのでえっ、ー、とこれがこっちにきます裏編み2つに浮き目っていうのをします糸を手前にして滑り目することを浮き目だから滑り目の一種ですねで表これを2段目も4段目も同じですまずは最初滑り目そして裏編み2つ さっきぐるんぐるんしたところを外します。で、糸を手前にしたまま外します。そうするとビローンって伸びます。で、糸を奥に持っていって、表編み。では、フランス式でもします。裏編み、裏編み。で、糸を手前に持ってきて外すっていう時は、この糸をこう持ってきて、こう外すといいと思います。で、表編み。裏、裏。 外して表編みちょっとここを離して編むとするとこんな感じかな。裏編み裏編み糸を手前つまり針を送り持っていって糸を外すだけこうするだけ滑り目編みませんで糸を向こうに持っていって表裏編み裏編み。 外すだけで、表、裏編み、裏編み、でもこの糸を手前にしての滑り目、この裏編みみたいに針を入れて向きを変えないようにして、こうずらすことを浮き目というそうです。で、最後は2目、1度。3段目は裏編み1つに滑り目をして表2つです。この表を裏になって浮き目が滑り目になって で、裏が表になるという感じでで、すまず最初は滑り目で裏編み裏編みがこう見えてるからねまあ裏編みのところは裏編みでこの最初のところドライブ編みしたところがビヨッと伸びてるのであそろそろちっちゃくなってきましたね。これはただ滑り目です。で表表。表 裏滑り目表,表アメリカ式でもやってみましょう。裏、ら糸を向こうに持っていって滑り目表表という感じです。裏滑り目表表裏。 滑り目の時にには裏編みはみたいに針を入れてこうずらす表編みみたいに針を入れるとちょっと向きが変わってしまうこう入れるとなのでこう入れて引っ張ります。で,裏編み滑り目表表でここを通して私はいつもこう2目一度してここをちっちゃくしていました。 でではは段目は先ほどと一緒ですね。裏裏浮き目表忘れたらねスクリーンショットを見ながら編んでみてください滑り目裏裏浮き目はこっちにずれてるねこれかで表いつもこのタイミングでアメリカ式からフランス式に変えてしまうのですが裏裏 裏、滑り目、あ、浮き目か、浮き目、表、裏、裏、糸を手前にして、滑り目、表、裏、糸がね、裏側に渡ってるといいという感じです。裏、裏、浮き目、ううう、をですね、表、裏、浮き目、 表、ラスト、裏、裏、浮き目、表、そして最後は2目、一度、で、ひっくり返します。次がいよいよケーブル編みっていうんですか縄編みの部分です。ここがメインイベントです。えっ、ー、と裏編み、外す。 なんだこれっていう <laughs> 裏編み外す表編み2つで拾って表編みちょっとね破天荒なことをするので面白いですよやってみます。まずは滑り目をして裏編みそしてこの長くねこう今まで滑り目いや浮き目をしてビヨーンって伸ばしてきた子を外します。 2目編みます。これねちっちゃくなるけど抜けてったことはないのでまあ大丈夫と思うんですができるだけ急いで編むといいでしょうでこの子を拾ってでちょっと向きがいつも分かんなくなるけど基本こ,うこっちからこう編むようにすればいいのかなって思いますもしかしたら向きがあるかもで裏外す表表拾って編む ふ、はい、普段はさこ,うここまで編んできたものをこっちに引っ張るからこう引っ張った時にツンってなってしまうんですよねでもここ伸ばすことによって縦にも横にもちゃんと伸びるケーブル編み靴下で使えるものになるっていう感じですねちょっとアメリカ式でもやってみますね。まままず外ししすポトッと落としますで表編みを2つしてこの子がなくなる前に。 こう左でこっちからこうこねじっちゃってもそんなに変じゃないと思うので「裏外す」表「表表拾って」こんなことするの初めてなのでちょっと面白いです <laughs>。という感じです。裏「裏外す」 表表下から拾ってあ寝ねじらさったかなまあでも気にしなくてもいいような気がしますアバウトですみませんなんかロシア語かなんかだったんですよねだから聞き取れないというかまあ字幕を入れてちゃんと見れば喋ってるんでしょうけどちょっと聞き逃しました こんんな編み方があるんですねこうかな。で最後は2目一度。でなんかねこれこう編んでる時はそんなにケーブル編みに見えなくてすごい長いこの目を編んでるような気持ちになるんですけどはくとね違うので。 ちょっとやってみましょうまだ続けてやってみましょう次は6段目6段目は一番シンプルです裏3に表1です滑り目をして裏1 2 3さっき拾って編んだところもねそのまんま編みますで、表編み裏1 2 3 表編み裏123表これで1つの模様が終わりました。え12目ッちを作ってるので24段ここ編めますよねなのでこの6段1模様を4回縦に繰り返して縦に4回繰り返して 作りました結構長い方がカパッと入ってる方が楽しいんじゃないかなとしかもねこれはね伸びるので安心して入れられるのがいいですねそんなにかかとはそんなに伸びなくても別にいいかもしれませんがってことはき口とかでも使えそうな気がするなあでも往復編みしないからちょっとここを変換しなきゃいけないのが面倒だな <laughs>、うん、ということで。 これを繰り返して編みたいと思いますこんな感じのケーブル編み伸びるケーブル編みでした教えてくださりどうもありがとうございますかかとも終わったので両方同時編みして毛糸を使い切ろうと思いますもちろんこっちの、ね、甲の方とかこのかかとも同時編みできますえっ、ー、と。 秋口もケーブル編みにしてししてままいましたちょっとこうしつこい感じもあるんですが <laughs> やってみましたこんな感じでーすえー、っと YouTuber のげんさんという方の靴下でえー、っとゴム編みのケーブル編みにはまってますっていうのを見てていいなーと思っててちょっと違うかもしれないけどこんな感じかなーと思ってやってみましたえー、っと 三目一模様で、一、二、三、四、四段かな三目四段一模様です。で、これをまあ、お好きなようにアレンジするといいと思うんですけど、表表裏、表表裏の変わりゴム編みを編んでいます。で一番最初ケーブル編みにした方がなんかパキッと始まりがかっこいい感じでした。で、えっ、ー、と、ちなみに二目ゴム編みバージョンでやったら、ここがね、履くとね、なんか裏編みが多い気がして、 二目一目のこう変則的なゴム編みにしてしまいました。で、えっ、ー、と、ケーブル編みをして、その後3三段、表表裏、表表裏ってして、でケーブル編み。で、今、ケーブル編みのところをやってみたいと思います。これもね、簡単バージョンです。で、この表編み、表編み、ここで、あの、交差するので、それを、この、 こっちの針に渡らないように、表表裏、表表裏とかって、あの、細編みしないようにすると楽だと思います。ここが裏編みで終わってて、表表裏の状態です。そして、こうして、なんかね、一足終わるうちにちょっとできるようになったんですよ。こうして、ここをビヨーンで伸ばして、結構大きく引き出せば、フランス式でもできましたね。で、ここをこう引っ張って、 1>, 1番目と2番目を逆に編むだけです。で、裏編み。1番目のここをこう持ってきてビヨーっと伸ばして。編んで裏編み、アメリカ式でもやってみます。1番目あ2番目のとこに針を刺してあ糸をそっち側に持ってってた。2番目のとこに針を刺して。 ビッと出して結構大きく出してで出しすぎたと思ったら引っ張れば大丈夫ですこんな感じでとっても簡単にできますでその後3段表表裏っていうのをやったんですがもっと長くてもいいよという方もっと長くてもいいと思うしえっ、ー、と2段でやってみたらねすごい忙しい感じでしたあとねんさんのもうちょっとここが目が きちっと詰まって見えたんですよね。もしかしたらねじり編みかもしれないですね。で、でもこうねじり編みだと竹がきゅっと短くなってしまいそうだなって思ってで、今回ちょっと長めのかかとからね長くなったので、こんな風に編んでみました。えっ、ー、と、緩くなるようにで3の倍数じゃないとダメですよね。で、30目でいってもいいんですが、ちょっと長かったので、 ここら辺で、えっ、ー、と、3箇所、増し目をしました。で、33目にしました。なので、このケーブルが11個あるはずです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11という感じでやってみました。これもとっても簡単だと思います。では、これを使い切りぐらいまで編んで仕上げてみたいと思います。 4段一模様のケーブルを1234つ目でケーブル編みをしながら伸びる伏せ止めをししてみました、えーと。この2目あ変わり込む編みのところで伸びる伏せ止めをしてもいいんですけどこのペってピローっとこう、うん、とフレアになりすぎるかなと思ったのでここで伸びる伏せ止めをしてみました。ななんかここで、えー、と2目一度しながら する方法もあるみたいですがそ,それだと伸びないのでちょっとそれを応用してみましたなんかここもポコッとしてますがちょっとピコッと編みにも見えなくもないですねこんな感じですで履いてみたらね案の定ちゃんと伸びたのででキュッともなっているのでのペットしてなくっていいんじゃないかなと思いますなので最後のところを取ってみたいと思います3段 えっと変わり。ゴム編みを編んできて。最後閉じるよというところで。交差編み、ケーブルを編みをしながらいきます。あ、最初のところはここはちょっとないものとして考えてください。ここ2目目のところをぐっと出してきて編みます。あ、最初のところなくは。は 考えれな,いな <laughs> えとで二目こ、うん、と2目一度押します伸びる伏せ止めですいつものらこんな感じで人差し指を使うといいと思うんだけど違う目を拾ってるみたいですねちょっとアメリカ式で。 2目一度しますで、こんな風に引き出せたら大丈夫違う目を拾ってない証拠ですここを編みましたねこの緑のところでちょっとこうめくって次は1個目だったところを編んでもうここは外しても大丈夫でで2目一度しますで、糸を手前に持ってきて裏編みをして裏の2目一度をします裏編みをします ちょっっとフランス式でもおぼつかないけどやってみます。ここを2番目をこう針先だけ出してとにかくここの糸を持っていっていっぱい引き出せば編めやすいと思うんですよで。いっぱい引き出せばちゃんと伸びる伏せ止めになるので,で2目一度で1目目を編んで外して。 2目1度結構こう伸ばしても大丈夫ですで裏編みをしてえっと裏編みの2目1度でもしちょっとやりづらいなと思ったらこう針を入れて2目目のところに指で押さえます。で 2個外しますピッと。でこの1番目のを拾って順番を変えます。そうすると普通にあんたのと一緒です。私がこれをやるとちょっと糸を割ってしまったのでちょっとやめたんですがこっちがやりやすい方もいると思うしもちろんね縄編みとかもう1個なんかこう棒みたいなものタンバリとかを持ってきて ちゃんと交差させた方が楽な方もいっぱいいると思うのでご自分の好きな通りにやってみてください。えっ、ー、とこの間縄編みと編み込みのライブをした時にハニカム柄の2目交差を2回するものをしたんですね。でその時になんかえっ、ー、と穴っぽくなると交差したところの後ろが。 私が、ね、編むと、ね、でこれは靴下に向いてるのかなって思ったんですけどでその穴はどんなにこうキュッと締めて編んでも穴開いてしまうとなので、まあ、靴下編みでも穴を気にせんしないっていう <laughs> でどっちかっていうとセーターとかだったらすごく素敵な感じででああいうケーブル編みは太い糸で。 太い針で編むと目立つみたたいな感じだったんでですね。でも今回したものはどれもまあ簡単でちっちゃいものでこれをドライブ編みだから出た穴穴開いてないしこれも穴が開かないで靴下に向いているもので特にこれなんかすごく伸び縮みするしこれもね緩めに編んでるのでそして3目増やしてるので結構向いてるんじゃないかなと思います。で、 な編みいっぱいしてる靴下もあると思うんですが今の私はこれが精いっぱいというかこれくらいを楽しめる感じで今年はやっていこうかなと思いますで今回は一つの靴下にこんなに入れてしまったんですが、まあ、好きなところをねで今編んでる靴下で試してみたいって言ったらこの履き口のだったらねパッとできると思うしあもし自分に合わなかったなと思ったらほどいてもうねこの うん、16段くらいかな。なので、試す価値があるんじゃないかなと思います。そして、こう、縄編みをしてみた方が、これだけの柄でもすごい、このまんま編むでもいい,い,いし、でもね、うわーかわいいって <laughs>、ケーブル編み、ちょっとは、履、はいた様子をご覧に入れたいと思います。私ね、こういうのを編むと、あの、足がこう、 足首が太くてですねもちっとしちゃってこうビヨーンって伸びちゃってねあんまり可愛くなかったんですけどちゃんと伸びるケーブルを編めたからこそこの形が見えてていや良かったなと思うのであとどういう毛糸が合うんだったかなえー、と段染めとかそんなプチッんだろうそういう柄が出るものじゃない方がこのケーブル編みが目立って。 いいいいんじゃないかなかと思います <laughs> 目立たせたくないって時もあるかもしれませんがねそう靴下でもケーブル編みの方がちょっと厚みが出てあったかいと思うのでもしかしたらねこれから6本寄りとかね8本寄りとかでケーブル編みのああボッティーズのねスリッパ室内脇 あもうブーツと靴下がくっついてるスリッパと靴下がくっついてるみたいなのを編む時なんかに編んでみるとちょっとあったかいんじゃないかなと思いますちょっと今回今年の私ができるぐらいはレベルはこれくらいだったんですが皆さんから教えてもらった技とあちょっとやってみたいなっていうね技でを 集めて一つの靴下で紹介してみました。ということで最後まで仕上げていきたいと思います。なんかねいろんなケーブル編みの仕方があるみたいなので今回ね穴は気にしてなくていいしあと縄編み針とか何でしたっけ こうなってるのが日型だっけ火型と、なんか、夕方、夕みたいな字のやつと、あ、こうだ。こうなってるのは火型とか、それ昔持ってたと思うんですけどね。もそういうのも、この3目とかだったら、必要ないよということだったので、気軽に始めれるじゃないかと思ったので、すごく勇気をもらいました。もし、今、持っている糸で、なんかこう、ケーブル編みが生えそうな、 ものがあったら、ぜひ皆さんも編んでね。でね、あの、インスタグラムによく私の名前をメンションして、これを編んでみましたって投稿してくださってる方がいて、密かにそれを見に行ってはハートをつけているのですが、それを見るのがすごく楽しみです。なんかこう、YouTube 上で皆さんの反応が見れないので、ちょっと早いよとか伝わってないよっていう部分があるかもしれませんが、あ、伝わったー。 だなこの技はってかと思って喜んで見ています皆さんの靴下編みがより幅広くなったら嬉しいなと思いつつ自分も成長していきたいなと思って皆さんからの情報を <laughs> 使って編んでいますをちょうど仕上がったのでこのまま完成さ,てさせてしまいましょう1センチぐらい残して切って ピッとしてでこの針は片付けますそして最近はこのとち針りでしてみていますがここはどうも太いんですよねここは細いループウールヤンがあったらいいなと思うけど <laughs> ニットプロさんのが一番細いかなこれは朝水ヤンショップさんで650円とかだったかな。 でこの糸をここじゃなくてもっとこっちの奥にして引っ張ると最後もできますで何回も使っててここがこのねテグスみたいなのが折れそうな気もするので折れたら折れたと教えたいと思いますでちゃんと前みたいにこの糸を割ったりもできますでももう少し細かったり短かったりするとできることが増えるんだよなぁと思って 短い細いウールニードルヤーンを探しています。ここはね、いやあの丸いので触っても痛くないっていうか危なくないってとこは最高です。これもね、ギリギリこの出てきたところを拾うようにして、透明だから見えないかな。ほら、あの二つ持ってたんですよね。いや、まあ、でもあるんですけどそこにとじ針とヤンスレザーを。 2つ使うよりりとても楽になりました今回もなんかポコポコしましたがちょっとこうなってるけど完成しましたでは水通しをしていきたいと思います。 縄編みの靴下水通ししてきました水通しした水通てソックハンガーに入れてもちゃんと伸びるのがわかると思います。そしてこのちっちゃい <laughs> ケーブル編みかわいい。<laughs> で残った糸でミニカセを作ってみました。これの作り方ウルラボさんミニカセで検索すると出てきます。でとても柔らかい糸で。 こことか真面目したんですがあんまり分かりづらいですね。よかった。で、ちゃんと入る靴下です。いやー、綺麗ですね。モンプチメアリーさんのドロップス。白じゃなくてグレーバージョンもちゃんとドロップが入っていて可愛らしいです。ここはね、特にね、ほら、ドロップ大きく出てきて目立ってよかったなと思います。ちょっと、本当はね、 このメリアス編みが一番いいんじゃないかななんて思ったりもしたんですが意外な発見でしたということで今日は縄編みを3種類してみました靴下におすすめです3種類しなくてもどれか1個だけでもやってみるのも楽しいんじゃないかなと思うしちょっと自信が出てきたらこれをねいっぱいわーって並べて編んでみてもいいんじゃないかなと思います今日も最後まで見てくださりどうも ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。